1000年以上お笑いを追求してきた男、賢者に対するネットの反応を紹介します。呪術廻戦原作本誌240話のネタバレを含みます。アニメ、単行本勢、未読の方はネタバレにご注意ください。今週かなり笑っちゃって俺恥ずかしいわ。クソ真面目にお笑い語ってくるメロンパンは卑怯すぎるだろ。気、に、な、る。なんでやたらお笑いに詳しいんだよメロンパン。自分でネタ考えるタイプだとどうしても考察しちゃうだろ。千年の笑いのノウハウは通じた。千年生きる片手間にお笑い考察やってんのはずるだろ。こいつなんでお笑い詳しいんだよと思ったけど、そうか妊娠期間か。でもさ、このお笑い眼畜全部本来の下等さんの可能性もあるよね。面白いものを見たくて千年生きてたやつがお笑いに疎いはずないよな。面白いって何って真面目に分解して考えると意味わかんなくなるよね。お笑いの事務所の味まで把握してるのはさすがおもろの求道者。塩顔のイケメンがロン毛で袈裟着てるだけでちょっとおもろいでふふってなってしまった。それで当様のセンス、やっぱこいつツッコミの方が才能あるな。それくんが言っちゃうんだわ。どういう顔なんだよ。今までで一番感情こもってそうな表情してんぞ。まあすげえムカつくのはわかる。面白いもの見たくて何千年生きてきたやつだ。面構えが違う。こいつ漫才の方が生きるのでは。領域展開して相手を強制的に相方にする生きた獄門教になるか。主婦やってた妊娠時期とか TV めっちゃ見てそうだしな。メロンパンのアップップでしっかり笑っちゃったからダメだ。そろそろ下等を解放してやってくれ。イタドリくんのお母さん笑いに厳しい。変顔がイタドリと同じで、これが親子の絆。 P1 ってあの番組の出手際の悪さが一番面白かったの。番組見ながら私が考えるネタの方が面白いなってなってたんだろうか。アニメでも言えるんだろうかこのセリフ。 TBS 系列だから大丈夫か。やっぱ高場ピン芸人のくせにツッコミ待ちのネタ多すぎるって。ネタ完成させるのも一人じゃできねえのかよ。ヒロアカでいうところの次回高場オリジンというタイトルがつく流れ。ボロボロになりながら何か光るものを残して倒れていくやつか。領域とかどうなるんだろう。相手と強制的に漫才とかするのかな。こいつが領域展開したら必中のコンビ漫才に巻き込まれるのかな。メロンパン側が敗北まではいかないだろうけど、かなり低体ダメージ高場にもらう程度の失態はありそう。のう、顔、持ちネタにしてやがる。やっぱ親子なんだなって。下等様をこれ以上もて遊ぶな。下等がこんな目開いてるの見たことねえよ。下等ファンは強く生きてほしい。にらめっこでメロンパン入れになってイマースを披露するのは反則だろ。あっち向いてホイに付き合ってくれるのを見るに、こちらメロンパン入れになってマカラスとか言い出したら耐えられない。メロンパンは千年以上お笑いを追求してきた人なの。幅広く見てきたよ。息子と仲良くしてくれてありがとうだけど、それと芸人としての評価は別。脳みそ本体もちょっとコミカルな表情してるの好き。下等の顔で変顔してるからプライドは傷ついてないって意見見るけど、本体のメロンパンも変顔してるから足し算で笑い取りに来てるだけだな。言われてみれば塩顔のイケメンがロン毛で袈裟着てるのはちょっと面白いな。なんでかもなんとかは袈裟着続けてるんだろう。塩顔のイケメンが袈裟着てるのちょっと面白いな。受けない客をクソ扱いして他の奴らに受けりゃいいんだよは芸人というか社会人としてダメだよ。いつもニヤニヤしてる賢者が初めて見せた切れ顔。高場を無力化させるためとかじゃなくて、本当に失望したと思われる顔しててダメだった。X だとシャープ呪術本誌じゃなくて塩顔のイケメンの方がトレンド入りしてて何かダメだった。下等ファンを喜びしてる。中身死んでるのに。七民の死後グローとは別ベクトルで下等がグローされてる。あいつもメンタルギリギリの中頑張って服選んだんだぞ。塩顔イケメンの論理要素はメロンパン関係ないのが一番ひどい。本物下等のおもろだよそれ。相手の芸をロジカルに評した上で笑いの力でもちゃんと上回るメロンパン滑稽は、雑魚しかよ。真人たちとずっとボードゲームとかやってたから遊戯王のデッキも持ってそうだなこいつ。なんで遊戯王読んでんだよメロンパン。しかも口ぶりからしてアニメも見てるなこいつ。下等が見てるのかもしれない。ダメだ、シームレスにキースのコスプレしてる。原作既読メロンパンで笑う。キースのコスプレまあまあ似合ってるのが笑える。なんか賢者に親しみやすさが出てくるだけでちょっと面白くなってきた気がする。というか少なと五条が共感不能すぎた。何かやけにテレビに詳しいメロンパンを見ると、ひょっとしてイタドリがテレビ好きなのって母親の影響って思っちゃって嫌になった。賢者ってもしかしてめちゃくちゃ面白いやつなんじゃないか。もしかしなくてもネタまみれだったわこいつ。千年くらい自分のやることなすこと面白いと勘違いし続けられるやつ。こいつ最強の芸人か。お笑いを舐めたやつにガチギレするラスボス。余計なお世話いファイってそういうやつだったんだ。解説されるとちょっとありかなと思いました。でも伝わんねえよ。
一人よがりなんだよねー。もう少しお客さんを意識してネタを作ってください。お疲れ様でした。解説がないと伝わらない時点でさ。それ君が言っちゃうんだ、は精神攻撃目的じゃない本心からの言葉っぽいよね。だからこそ高場に一番効いてたっぽい。ツッコミにネタ解説されてやり込められるボケのスタイルでこの二人でコンビ組めば M1 いけるんじゃないか。高場と賢者の漫才面白いな。ネタだけじゃなくて単純に賢者の掘り下げとして良すぎるんだよね今回。メタ的に言うと高場の負けそうなポイントをここで消化したのも次回以降に期待できる。基本的にバトルで最初に有利取った側がなんやかんや負けてるからな。呪術メロンパン急に面白くなるな。メロンパンの強みってやっぱ知識量だな。賢者のマジギレシーン、天元に文句言うとき、呪力についての見解がつくもと違ったとき、天元の生き様に文句を言うとき、センターマンの芸人としての生き方に失望したとき。余計なお世話イファイサー、私はプロだから伝わるけど、観客に伝わるのそれ？ってダメだった。ネタに見えるけど本気で高場を真っ向から攻略すると考えるとマジでこれがベストな気がするからすごい。これまではピン芸人でボケ続けるしかなかったから来週からはツッコミで面白いことしようって方向転換でもして生き残ってくれ。ここで普通に殺されて終わったら下等の格好がよく考えたら面白いってことしかわからないから頑張れ。地味に腹に資産ってさん付けしてるの笑う。なんでだよ。ジャガー界の神だし。尊敬してるんでしょ。本当にありえそうなのが面白い。腹に資産配置流のジャガーだからな。ギャグストック1兆個の特急だぞ。メロンパンがお笑い結構好きなのは登場人物全員想定外だと思う。そりゃ普段の人となりすら知らないのばっかだからな。お笑い詳しいのはともかく遊戯王読者というかそこそこジャンプ読み込んでるのも笑う。クソみたいな術式を真面目に紐解いて倒そうとするのは割と好き。何かこうどんな術式にも冷静に対応できてるのすごい強しキャラ感あるよねメロンパン。まあやりすぎてプロットアーマー感あったけど今回は好き。余計なお世話イファイはうざすぎるから家出たら完全に切断するようになった。やめろなんか勝手に接続用のサイトに飛ばすな。余計なお世話イファイはフリー Wi-Fi のうざさ知っててもパッと見でピンとこないのがダメ。というか滑りゲーからクソ客があってキレゲーに繋げるのが唯一のネタだろ。スプルマの裁判もクソ真面目に受けて立つんだろうな賢者。邪悪存在があの手この手で無罪勝ち取るのは、スプルマが一番毛嫌いしそうなのも良い。ほら笑えよ。ってやられてる芸人普通にかわいそう。芸人はかわいそうと思われた時点で死人だ。急に函館に場面移った時はびっくりしたけど正直めちゃくちゃ面白い。あと余計なお世話イファイの意味も解説されて初めて理解した。岩手ね。ちょっと俗っぽい部分見せてからの最後の笑顔で、あーこいつどこまで行っても呪いだわってやるのうまい。こんなにちゃんと面白さについて理解してるのに日本めちゃくちゃにしようとしてるの悲しいな。お笑い評論家がダウンタウンにはなれないってことなんだろうか。先週の面白いもんが面白いかどうかみたいやろがい、見たことないもんみたいやろがいっていう感じのセリフから見ても、結局メロンパンはお笑いに敬意払ってても俺の見たいもんのためなら他人がどうなろうが一切関係ないっていう生きてちゃいけないやつだから。ちょっと前まで割と同じレベルのノリで会話してたやつが笑いよのところはいきなり異常者の本性出したみたいで、高場から見たらマジで怖いだろうな。この流れいたどりがこいつらどこまで行ってもってなったのと同じやつで笑う。原作最新話の賢者に対する反応いかがでしたでしょうか。お笑いを語り変顔を決める賢者で笑った。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。